エギル、17世紀のシャホニー AM426 フルより、エギルスカラグリームスソンは中世アイスランドの詩人、狩猟、戦士。現代アイスランド語読みでエイットル、スカットラグリームソンとも表記される。彼は910年にアイスランドのボルグに生まれた。エギルはスカラグリームクベルドウルフソンとベラ、ユングバルスドーティルの間の息子だった。 スカラグリームはアイスランドに到達し、ボルグに入植した。ボルグは彼の父の船が上陸した土地だった。スカラグリームは有名な戦士で、ノルウェーのハラルド美髪王の宿敵だった。エギルは3歳で最初の詩を書いた。エギルは990年頃没した。エギルは死ぬ前に銀の財宝をモスフェットルスバイルに隠したと言われている。エギルの佐賀はクベルドウルブ。 クビールド・ウルバー、余韻の狼の意味と呼ばれていた彼の祖父のノルウェーでの人生に始まり、父スカラグリームの生涯、エギルの幼年期、スカンディナビアやイングランドへの遠征、彼の老年期と彼の家族のその後について語っている。ありがとうございます。